はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、二の腕を細くする方法というのを紹介しようと思います。二の腕はですね、女性は鍛えれば鍛えるほど細くなるというわけではなくてですね、太くなる人も中にはおります。なので今回、鍛えて伸ばす、この二つをですね、セットにしてもらうことで細くできますんで、ぜひ最後まで動画をご視聴ください。では行きます。で今回 1.5 キロを使ってやるんですけども、ない方はペットボトルとか、もしあればね、重りを使ってやってください。はい、行きます。気をつけした状態で前かがみになります。45度体を倒します。この時に手はここに来ないように、ももの横からスタートです。ここから肘を伸ばしたままゆっくりまっすぐになるまで上げます。平行になったらゆっくり戻ります。疲れてくるとこういう風に早く動いたりしたくなるんですけども、早く動かないようにしてください。ゆっくり上がったら、ゆっくり戻ります。もし腰が痛い方は少し膝曲げてもいいです。手はここに来ないように、ももの横ですね。ここから行きます。ゆっくり行きましょう。ゆっくり上げたら、ゆっくり戻ります。これぐらいのスピードでやってください。もし今ね、準備できてる方は、同じようにやってください。こういう感じです。これ 1.5 キロなんですけど、結構ね、辛いです。正直。肩も結構辛いです。なので、まあ1キロぐらいでもいいかなという感じです。こういう感じです。こういう感じで10回行ってください。はい、OK です。今みたいな方法でやってください。よくですね、あるのは、こういう感じでやる人いると思うんですけども、これよりもね、伸ばしたままやった方がよく聞きます。で、今度は伸ばす方法をやっていきますんで、2種類見てやってください。用意するものは椅子を2脚用意してください。もしね、ベンチプレスとかのあっちにね、あるような寝っ転がるマットがあれば、あれを使っても OK です。ない方は椅子で代用してください。はい、このように椅子を並べます。頭を置いて、ここに体です。重りを使います。こういう感じです。で、手はですね、ここに背もたれがあると思うんですけど、この横にしっかり今からね、伸ばしていきますんで、こういう感じで、背もたれをこういう風に並べてもらえたらと思います。これでですね、手を伸ばして、ゆっくり下ろしていきます。ここでね、しっかり二の腕の筋肉を伸ばしますんでね、ゆっくりゆっくり下ろします。一番下までです。床につくぐらいまでいきます。できるだけ真横がいいんですけど、このね、斜め下に来ない方がいいですね。しっかり真横。自分でこう見ながら、真横に伸ばしてください。ゆっくりゆっくりの伸ばしながら下ろします。手の力を抜きます。そしたらゆっくりゆっくり上がっていきます。この時手プルプルするんでね、早く上がりたいんですけど、ゆっくりやってください。で、上がりすぎず、これぐらいでゆっくり下ろします。で、ゆっくり戻ります。腕をプルプルさしながらいきます。これぐらいまで帰ります。ゆっくりゆっくりゆっくり伸ばします。ゆっくり上がります。はい、今度は上に伸ばしていきます。この上に伸ばすんで、これが少し邪魔になりますんでね、今度はね、これをくっつけます。椅子できるだけくっつけて、で、今度は上に行きます。上にぐーっと伸ばしたら、ゆっくり肘伸ばしたまま上がっていきます。また上がりすぎず、これぐらいです。しっかりね、二の腕伸ばしましょう。肩もしっかりストレッチになります。ゆっくり戻ります。早く戻りたいんでしょうけど、これをゆっくりです。ゆっくり戻ります。ゆっくり戻ります。はい、OK です。はい、お疲れでした。今の3種目です。伸ばしたまま後ろ。寝っ転がって横。縦。この3種目でね、二の腕は細くできます。重さなんですけど、結構重たいの使う人もいると思うんだけど、だいたいまあ1キロとか 1.5 キロがちょうどいいかなと思いますんで、説明欄にね、持ってない方はリンク貼ってますんで、よかったら見に行ってみてもらえたらと思います。で、椅子でやる場合ですね、もうちょっと低い椅子もあると思うんですけども、それでも全然 OK です。並べ方をね、ちょっと気をつけてもらって、横を広げて横に伸ばすと、くっつけて上に伸ばす、といった感じでやってもらえたらと思います。これをね、しっかり毎日やってもらったら、1ヶ月もあればね、二の腕が細くなります。例えば食事制限をしても、二の腕が細くならない人もやっぱりいますんで、デスクワークの人とか、赤ちゃん抱っこする人とか、
いつもね、二の腕が緊張している人は食事を減したからといって細くならないんで、今みたいな方法でしっかり鍛えて伸ばすというのを必ずセットでやってもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら説明欄にですね、ダイエットに関するブログリンク貼ってますんで、遊びに行ってもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。